中、バスの車両費の DSC や値上がり CNG 車 B2335 玉町ルート、府中駅にて、除席済み中、バスの車両費の DSC 室内 CNG 車 B2325 北山町、循環府中駅にて、除席済み中バスは、東京都府中市のコミュニティバスである、京王バス中央、府中営業所が、運行受託している。 2003年12月1日に4路線で運行開始。現在は5路線7ルートが運行されており、府中駅を中心に市内の各駅などを結んでいる。中バスとしての開業は2003年だが、1997年に府中市が小型バス2台を寄贈して運行開始したミニバス路線の府31系統を源流とする。中バスの名称は府中市の中途。 ネズミのように機敏で小回りが効くイメージから命名された。またシンボルマークとしてピンク色のネズミのキャラクター、中太子が採用されている。不中市公式サイト内の中、バスのページにも中、太子のイラストが掲載されている。中、太子の足は車輪で、体の側面には窓があり、ネズミ型のバスになっている。尻尾が葉の形をしているのは、不中市の掲げる。 緑の不中を意識したデザインとなっている。中、太しのイラストは、バス車体にラッピングされるほか、専用カラーの中型車を使用する、これまさ循環では、行き先表示 LED でも表示される。KO バスカラーの中型車がダイソーする場合も、中バス、これまさ循環の行き先表示とともに、イラストが表示される。キャッチフレーズは、中を、アルファベットの中、と置き換え。 コミュニティバスインハートフルユースフル。運行開始時から導入された車両では環境に配慮して燃料に圧縮天然ガスを使用する CNG 車も使用されていたが、新型ノンステップバスに代替が進み CNG 車は全廃されている。31系統の日のリエ b セビー298012006年撮影協定場前駅南口にてトップドア、車椅子用。 リフトなし府中市より寄贈、除籍済み2003年12月1日、中バス開業、府中駅より、北東方面の多摩町ルート、南東方面へ、これまさ駅を経由する、これまさ循環、南西方面へ、中川原駅を経由する南町、四谷循環、北西方面の北山町循環の4路線が、運行開始、2008年3月25日、府中駅より、 武蔵野大駅方面への押立町、朝日町循環が新設。東南東方面の押立町、朝日町循環、押立町ルート、東方面の玉駅へ至る、押立町、朝日町循環、朝日町ルートの2ルートが運行開始。この押立町、朝日町循環は、京王バスの一般路線バスとして運行されていた、不31系統を再編したものである。前進となった。 F31 系統は、1997年に、府中市が交通不便地域の解消を目的として、京王邸と電鉄にミニバス2台を寄贈した上で、運行開始した、コミュニティバス的性格の強い路線であった。F31 系統時代のルートは、府中駅東府中駅白井台1丁目、武蔵野台駅南口マイナス斜辺団地、押立町3丁目、 協定場前駅南口の往復運行であった。中バスとしての開業は2000年代に入ってからで、あるが、その前種として1990年代後半に、府中市の働きかけにより、ミニバス路線が開設し、それが、後の中バスに発展したことを考えると、東京多摩地域のコミュニティバスとしては、比較的早期の開業ということになる。多摩地域コミュニティバスも、 参照不三十一のルートをコミュニティバスの一部として取り込み、朝日町通り玉駅東口と清水下通り府中駅の経路を新設した上で、武蔵野大駅で従来の経路を分断して乗り継ぎで対応することとしたものである。中バスへの再編により、同日をもって不三十一系統は廃止された。この際の延伸、経路変更に伴い不三十一系統のルートは、 武蔵野台駅で分断されたが、利用者の便宜のため武蔵野台駅で無料の立議券が発行されている。そのため、押立町、朝日町循環として一つの路線として扱われている。また押立町、朝日町循環の新設に合わせて、中、バスのダイヤ改正が行われ、終車時刻が延長された。同時に、南町、四谷循環、北山町循環でも、経路変更。 路線延伸されている。2010年3月29日、中川原駅より北西方面の南町四谷循環四谷六丁目ルートが運行開始。府中駅周辺を経由しない初の路線であるが、一部重複区間があるため、南町四谷循環に加えられる形となった四谷六丁目ルートの新設により、従来の南町四谷循環は、 南町、四谷循環四谷、縁西ルートに改められ、中川原駅において、無料乗り継ぎ券の扱いを始めた。中川原駅では、発着時間が調整され乗り継ぎの便利が図られている。四谷六丁目ルートの開業により、中バスは五路線七ルートとなった。2017年4月17日、北山町循環、これまさ循環、四谷六丁目ルート、朝日町ルートで、 ダイヤ改正と経路変更が行われた。市内を走る一般路線バスのほとんどは大規模宅間運賃で後払いだが、中バスは均一運賃のため、前乗り後折り方式で乗車時に運賃を支払う。運賃は全線均一、一乗車につき全線100円。大人、子供同額、未就学時は無料。運行開始当初より長らく交通系。 IC カードの使用ができなかったが、2018年4月1日より、パスもスイカなど交通系、IC カードが利用できるようになった。かつては、バス共通カードも使用できなかった。交通系、IC カードで支払った場合も、一般路線バスで導入されている、バス利用特典サービスの対象外で、運賃は、現金同様に一乗車100円である。京王バスの金額式、IC 定期券。 モッドクパス、京王バスツイフリー乗車券なども利用できない。また、東京都シルバーパスは利用できず、各種障害者手帳提示による割引制度も存在しない。中バス専用回数券が発売されており、中バス車内または、府中営業所で購入可能。21枚綴り二0 0 0円で100円分割引となっている。緑色の券面にネズミのマスコットが描かれている。 専用定期券の発売はない。以下の路線は、接続駅の指定停留所に限り無料乗り継ぎができる。その際は、降車する中、バスの乗務員から乗り継ぎ券を受け取る必要がある。この乗り継ぎ券は、乗り継いだ中、バスの乗務員によって乗車時に回収される。乗り継ぎ券による無料乗り継ぎ制度については、バス車内の自動放送でも案内がある。両路線が乗り入れる。 停留所であっても、指定停留所以外での無料乗り継ぎには対応していない。また各ルートで発行される乗り継ぎ券は、それぞれ外見が異なるため雇用できないようになっており、乗務員によって、日付が記入されるため当日中しか使用できない。五路線7ルートのうち、6ルートが、京王線府中駅を起点としている。最も新しい、南町、四谷循環四谷六丁目ルートでは初めて、 中川原駅が起点となった。中バスでは各、ルートごとにラインカラーがあり、バスのリバや、車体の行き先表示が分かりやすいように色分けされている。イカルート名の前にラインカラーを示す。府中駅の北東方面、府中駅多摩町間を片道運行。多摩町、多摩霊園、府中の森芸術劇場、府中の森公園、ルミエール、府中などの近辺を走行する。府中駅の南東方面、 府中駅、これまさ駅間を循環。これまさ、東京競馬場、玉川協定場、これまさ文化センターなどの近辺を走行する。2012年より2015年1月まで、中央道府中バスストップの府中スマート IC 併設工事のため、一部区間を迂回して運行された。2017年4月17日のダイヤ改正時に、経路を一部変更。これまさ5丁目。 これまさ駅で、これまさ橋高架下を経由し、府中街道西側へ延伸。これに伴いこれまさ停留所を、府中街道東側から、府中街道西側に移設。この路線のみ専用カラーの中型車で運行される、市内南西部の南町、四谷地区を循環する二つの系統。府中駅から中川原駅を経由する四谷、遠西ルートと、2010年に新設された。 中川原駅発着の四ツ谷六丁目ルートが南町四ツ谷巡環という一体の系統として扱われている。中川原駅では乗り継ぎダイヤが組まれており、四ツ谷、縁西ルート、府中駅方面、四ツ谷遠征方面、四ツ谷六丁目ルートが30分ごとに3台揃うダイヤとなっている。また、中川原駅では四ツ谷、縁西ルート四ツ谷六丁目ルート間の 無料相互乗り継ぎ制度があり、車内で乗務員から乗り継ぎ券を受け取る。四ツ谷、縁西ルートは、府中駅発着で中川原駅を経由し、四ツ谷、縁西方面を循環する。府中本町駅、部外河原の駅、府中市郷土の森博物館、中川原駅、住吉町、四ツ谷などの近辺を経由する。部外河原の駅の停留所は、バスロータリー内で同じ乗り場から、 一般路線バスの強度の森総合体育館方面も発着する。中バス、北山町循環の停留所とは場所が異なる。四谷六丁目ルートは、中バスでは最も新しく開業した路線である。中バスで唯一府中駅を通らないルートで、中川原駅から発着し、四谷六丁目地区を循環する。住吉町、四谷日新町、三谷通りなどを経由する。 経路の一部は、京王バスの一般路線バスと A 線二丁目線と重複している日清町、四谷北西部は、かつて京王バスの分53系統が、部前河原の駅日野駅間を約20分間隔で運行していたが、沿線の NEC 府中事業所の通勤利用に左右され本数が激減して、朝夕数本の運行となった。この減便を補完する役割もある。 分け53系統は、南町、四谷巡環の開設に前後して、毎日上下1本にまで削減。2009年3月14日に、JR 南部線政府駅が開業し、NEC 府中事業所の最寄り駅が中川原駅から政府駅へ移った影響もあり、2012年4月からは、さらに削減され、日の駅発が平日朝に1本運行されるのみとなった。 2010年3月29日には、四ツ谷六丁目ルートが新設され、中川原駅と駅から離れた四ツ谷地区を結ぶバス需要を、京王バスの一般路線に代わり、中バス南町、四ツ谷循環の2路線が担っている。2011年8月15日より、一部ルートの再編、延伸が行われている。2017年4月17日のダイヤ改正時に、 四谷六丁目ルートの経路を一部変更。三谷通り中停留所から四谷通り経由に変更し、四谷通りに四谷四丁目停留所を新設。これに伴い、三谷通り南、四谷駐在所西の両停留所は経由しなくなった。なお三谷通り南は、京王バスの一般路線、四谷駐在所西は四谷、円西ルートが引き続き停車する。二千十八年十月一日始発より、四谷、 縁西ルートの経路を一部変更。往復ともに、旧公衆街道市役所方面の経路となり、府中駅手前の第一小学校停留所が廃止され、国道20号を経由しなくなった。北山町循環でも、同様に、経路変更。なお、一般路線バスは引き続き、第一小学校停留所に停車する。市内北西部の北山町、西原町などを経由する循環系統。 ブバイ河原の駅、三吉町、元宿町、武蔵大文化センターなどの近辺を走行する。ブバイ河原の駅の停留所は四谷、遠西ルートとは異なり、バスロータリーではなく、港の裏手の旧公衆街道付近にある。経路は異なるが、京王バス中央の一般路線バス7小循環と、同様に、府中駅から北上し、東芝南門、JA マインズ、北山支店前停留所を経由して、 北山町地区を循環するラケット上循環路線となっている。中バスのみが走行する元軸町三丁目、停留所付近は小型バスでもすれ違いが困難な境外路線のため、交通警備員が常駐して誘導しており、北山町方向、府中駅方向の往復のバス乗務員が、警備員と無線で連絡し合った上で交互に通行している。 2017年4月17日のダイヤ改正時に、経路を一部変更。武蔵大文化センター西西原町北で、JR 武蔵野線手前まで、東8道路を往復する経路に延伸し、延伸区間に4カ所の停留所を新設。2018年10月1日始発より、四谷、縁西ルートと共に経路を一部変更。往復ともに、旧甲州街道市役所方面の経路となり、 府中駅手前の第一小学校停留所が廃止され、国道20号を経由しなくなった。市内東部と府中駅を結ぶ二つの路線で、それぞれ単体では片方向き運行で、循環路線ではないが、元は同じ府31系統を対とする路線であるため、両路線を一体として、循環系統として扱っている。接続する武蔵野台駅で、押立町ルート、朝日町ルートの相互乗り継ぎが、 可能で、社内で無料乗り継ぎ券を発行している。武蔵野大駅での押立町ルート、旭日町ルート乗り継ぎに配慮したダイヤ設定となっているが、押立町ルート、旭日町ルート乗り継ぎの場合は20分ほど待ち時間が必要となる。押立町ルートは、循環区間の南側を通る系統で、東京競馬場を経由して、小柳町、押立町などを通る。旭日町ルートは、 循環区間の北側を通る系統で、東府中駅、若松町、白井戸台、旭市町、坂木原記念病院を通る、上述の通り、1997年により、京王バスが運行していた、三31系統を、コミュニティバスとして再編した路線で、各、ルートとも一部区間が重複している。三十一系統から中バスへの移行当初は六十分間隔の運行であったが、 当初より他の路線同様の30分間隔の運行が目指されていた。その後利用者からの要望も多かったことから2011年11月1日から2012年3月31日までの実験運行を経て2012年4月1日より正式に30分間隔での運行が開始された。2017年4月17日のダイヤ改正時に旭町ルートの経路を一部変更。 府中駅方向のみ、坂木原記念病院の東側から旧、公衆街道を経由する経路に変更し、旧公衆街道に、白井都大六丁目、白井都大三丁目東停留所を新設。また、白井都大三丁目武蔵野大駅南口間では、京王線の高架をくぐる経路に変更し、押した手町ルートが停車していた、車開始団地内郵便局に、 朝日町ルートも停車するようになった。緑の府中を表現したグリーンの中バス専用カラーの車両で運行される。現行車種は以下の通り、過去の車両小型車、ステップリフトバス室内 CNG、屋根上 CNG の2種類を運行開始時より2009年まで導入現行車両小型車、ステップリフトバス2011年に1台のみ、導入小型車、ノンステップバス。 2ドアロングボディ中型車、ノンステップバス。これまさ循環専用2003年の運行開始時に、日野自動車の小型路線バス、DS セが新車導入され、DS セは2011年の生産終了まで、ポンチョと並行して追加導入された。DS セは環境に配慮して燃料に圧縮天然ガスを使用する CNG 車となっている。 リエッセは、ゾービー車も CNG 車で導入されたが、ポンチョとレインボー2は、通常のディーゼル車で導入されている。リエッセの CNG 車は、ガスボンベを屋根の上に積んだ車両と、車内後部に積んだ、室内 CNG タイプの車両がある。室内 CNG 車は、外見からはわかりにくいが、後部座席が狭くなっている。中央自動車道の低いガードをくぐる南町、四谷循環は、 室内 CNG タイプの車両が使用されていたが、その後は区別なく各ルートで運用されていた。DSC は2ステップバスであるが、校舎口に車椅子用リフトを装備したステップリフトバスが使用されており、車内には車椅子優先スペースも設けられている。その後さらなるバリアフリー対応のためノンステップバスが採用され、同じく日野自動車の小型車、ポンチョが導入された。 これにより、経年者のリエッセが順次代替されている。これまさ循環では、運行開始当初はリエッセが投入されていたが、他の区間に比べ経路の道路に余裕があり、利用者も多いため、当時から中型の一般路線車両が代走することがあった。2012年からはこれまさ循環専用車として、日野自動車の中型路線バスレインボー通貨中、バスカラーで導入されている。車両整備などで、 専用車両が使用できないときは、京王バス中央の一般路線用の車両が代用されることがある。この場合も中バス専用車両と同様に、前乗りやと折り運賃先払いとなる。これまさ循環専用車が検査などの場合も中、バス専用の小型車ではなく、一般路線用の中型車が代ーに入る。2017年8月より、府中市郷土の森公園交通遊園内に、 中バスに使用されていたリエッセが展示車として保存されている。2019年4月、同じ京王バス中央、府中営業所が担当する国分寺支分バスと同時に車両が更新され、CNG 車のリエッセはポンチョに代替されて消滅した。リエッセは2011年に導入されたディーゼル車1台のみが残存している。ABCDE 中バスについて、府中市公式ウェブサイト、 土屋正忠、ムーバスの思想武蔵野市の実践東洋経済、新報社、2004年、66ページ、ISBN4 から492222529、AB、関東エリア1と6県コミュニティバス図鑑、スタジオタッククリエイティブ、2018年、32ページ、ISBN978 から4から883938032、府中市の中都、 ネズミのように機敏で小回りが効くというイメージから、その名前が付けられ、可愛いキャラクターの中太子がラッピングされています。ハット AB 府中市、コミュニティバス運行改善計画平成19年8月、府中市公式ウェブサイトハット ABC 中、バス運行路線図府中市公式サイト、2018年7月20日、更新、2018年7月24日閲覧、武蔵野大駅、 中川原駅での無料乗り継ぎについても、記載あり、ABCDE 中バスの路線変更について、府中市公式サイト、2017年4月17日、中バスでの交通系、IC カード利用開始について、府中市公式ウェブサイト中バス IC 導入の、お知らせ KO バスウェブサイト路線詳細が、井戸マップ府中府中市地理情報システムハット AB、中バス、北山町循環。 四ツ谷、演西ルート経路変更のお知らせ、交通遊園で中、バスの展示を開始。府中市、マスコットキャラクター、府中コマから、ツイッター2017年8月31日の、ツイート、2018年7月24日閲覧、ありがとうございます。